お昼ご飯は韓国料理プサンでランチを食べてます。前にじい様が山から降りてきました。韓国料理プサンのランチはどうですか？なかなかですね。なかなかなんですか？美味しい。美味しい？うん、とっても美味しい。ミカママの愛情が入ってますから。綺麗なミカママの愛情が。なんで止まる？今吹きそうになりましたよ。ちょっと締め上げないかんね。で、ちょっと締め上げて。締め上げようか。で、最近ね着金ですよこの親父。YouTube の撮影をして1週間経っても未だに動画が上がってきません。なんで今日上げればよかったのに。違う、やり方わからんのだけんね。習いに来たの。ほらノート持っとる。読んでもわからんの。習んだよ。もうやめたがいいよ。ドーナツを買ってきてくれました。何のドーナツ買ってきた？ピカチュウ。いっぱいあるよ。普通のやね。うん、ピカチュウじゃない。そうやん。ピカチュウがよかった。なくなって、ピカチュウとか食べんやろ。食べるくさ。ねえ。なんで決めつけるの？可愛いやつがいいに決まっとんやな。わざと安いの買ってきたじゃん。安くない。安くないね。アップルパイを買っちゃうちゃんと。ピカチュウがよかった。買っちゃう。今日なんか顔が赤い。赤猿みたい。熱い。熱いの？半袖でくりゃよかったよ。ねえ、髪染めも次の色何色にする？茶髪。茶髪？茶髪とかもうね似合わんよね。でももう茶髪や。うん、抜けてきたよ。ね。ジアだよ見えとる。真っ黒。見せてみよ。地肌見せとるって初めて聞いた。地肌見せる人。なんか分け目変えるとかしたらね、なんかもうスカスカ見てくださいって感じよ。ここだけがちょっと分け目たい。分け目、うんうん、同じとこからいつも分けるけんだ。力分け、うん、力だから隠れるよ、うん、ちょっと自然とこっからなる。 なんでつむじ、うん、なんか、うん、なんか霊かなんか乗り移ってきた。うん、おいしいね。ねって、うん、ふんげこれなん？それね、スジを煮込んで、うん、おー一口で食べた。見て、味は気がない。飲み込むだけ、丸飲み。味はいいよ、ちゃんと。どげん？おいしい。どんな風に？シコシコしたクリコリって。だってシコシコしたってうどんかい。見てや。あ？見て見た今、今の顔。ハッピーやる。ほんとや。いじめやん。いじめやね。え、え、チャッキーね、赤猿。うん、いじめ。ちょっと締め上げときます。小さな反抗や。ちょっと私のしつけが甘すぎた。ちょっとさ、みーちゃんに言えんけん、私にやつ当たり。ああ、多分そうよ、きっと。ねえ。うん、うん、昨日何食べた？昨日、うん、覚えてない。いや、違う違う、あ、もう認知や。違う認知です、この人。ゴーラーメン。え、それ何ご飯？朝何時に食べた？朝ごはん、ゴーラーメン、うん、昼は昨日や、昨日。昨日昼は、いや、昨日。あ、この人ね、おきんちゃん最後いつ食べたと。昨日仕事してから帰ったけ、昼かな、うん、朝食べてない。夜は食べとらん。うん、痩せこけるやん。冷蔵庫何も入ってないの？ニンニク入ったばい。ニンニクだけ。卵、食べ物普通の卵って。なんか家すごそうやね。いや、一回あのね、あれ見たけど入ったんじゃなくて、あの動画でね、いいのか？違う、なんかほら、LINE 通話でムービーとかで見れるの。そしたらなんかね、せんべい布団みたいなのがあった。あ、せんべい布団じゃないわ、あれじゃん。下にマット引いとる。なんかね、キャラクターの枕とか置いとって。ポムポムプリンみたいな。やだ。あ、何？なんか変なパジャマ着とった。何だっけあれ。パジャママン。ミニオン。ミニオンとか、60過ぎて。パジャママン。うん、
ヨッピーご飯お借りしてやろうか。はい、1万円取っていいよ。1万円、うん、安かったね。安いよくじいさんやね。一回家とかちょっと見に行ってみたいね。家なんかちゃんと掃除機何日置きかけとる？気づいて。じゃあかけんの。多分汚いわ。掃除機あるの？持ってないじゃない？コロコロやん。コロコロ。ほうき。あ、ほうきか。あります。ちゃんと。どんな掃除機？昭和の？って引っ張るやつ。邪魔ラインついて。おいさん。あのあれなんかねスティックじゃない。ないない嘘つきよこの人。いや嘘じゃん本当あるんで。ほらこき男が。あるんでちゃんと。ないって大きいやろ。だってあの部屋掃除しといに見えんかったよ。あんたも掃除してない。洗濯物とこ干しとる？洗濯物は乾燥機。コインランドリーの乾燥機。うん。洗濯はまめにしないけどね。料理雑誌の。料理は？料理。ボラーメン。ボラーメンか。この頃なんかあんまなんかね、いしい帰りがけにセブンでパン1個食べたら、うん。菓子パン。サンドイッチとか。うん。で終わり？終わりなんか入らん。で寝とく。なんか悩みがあるじゃない？老後の。で寝ちょく。ねちょくねちょく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 言うよね。ねえちょくちょく言うな。ちょくちょく言わんね。そんなこと私たち、うん、なんちゅう寝とく、うん、言っとく一直ねちょく一丁梅とかね。そうそうそう、うん、でも自分では、ね、標準語と思っとる。ね、もうバレバレやもう、うん、やすぐお里が知れるよ。わかるくさね。あ、博多っ子やないって。博多弁。いや博多弁じゃないよそれ。飯塚弁か。うん、うん、それ飯塚弁って飯塚弁と筑豊弁って言うと、うん、なんて言うと。でもこう分かるよ。でも話してなくてなんとか言わんやろ。通じるやろ。なんとか。なんか。通訳はいらんけど。当たり前やな。うっ大きくて。うっチャッキーな。姉ちゃん、チャッキーが面白い。チャッキーって言わんなんか、横着位ってチャッキーって言うね。チャッキーって、あ、博多では言うとよ。ね、中学の時とか言うとね、お前チャッキーったいって。チャッキーもんねって。そう。そう。バリチャッキーとか言う。うん。うん今日からバリチャッキーにしよう。名前バリチャッキーくんね。今でも若返り大作戦やっとるからチャッキーチェイ、うん、それ面白いね。チャッキーチェイやね。でも顔になんか出てきたね。なんか根性の悪さが、うん、めちゃくちゃめちゃくちゃでしょ。でも顔出るよね。意地悪いことばっかりしようけんそげな顔になるった。何も言わない意地悪いこと。いやいや、いじめるね。いじめられたね。クミちゃんかわいそう。一見しょっちゅういじめられた。かわいそうやん。退会せよ。一番年上やったらさ、下をちゃんと敬いよ。それが年上だ。下も上を敬わなね。そう。偉いやろ。なんか言いようわけわからん。偉いやろ。甘やかしたらつけられる。うめえちゃダメだね。ごめんちょっと、うん、今日からもう一回仕事き直す。お願いね。お同じぐらい。なんねん。なんでその顔。だけど分け目が帰りて、なんか気になる分け目。うん、そっからスパーンってスパーンって。ブワーってしたら目開かないよね。ちゃんと染めてから。でもさ、全部開けたらさ、うん、なんか野生の王国みたいな顔してるの。分け目変えんとね、こっからね、なんかスカスカないよね。ナムタスさん。ずらかったら。あ、ずらかいもん。多分今から生えてくる。生えんくさ。ねえ。それかも。今から生えてくるね。思い切って。うん。ハゲにするか。うん。
いやまだ早い。この顔でハゲはでもおかしかろう。あのデコが狭いけんね。デコが狭いってなんかあの言っちゃったよ。ね、猿の額やん。普通はおでこが広いとなんか聡明で知的とか言うけど、デコが狭いってことはその逆だ。猫の額、猿の額。額が出た。違う額が受ける。でもデコが狭いけんさ、うん、もう前髪乗ったら方がいいじゃんね。じゃなくて俺なんかみすぼらしく見えるもんね、韓国風に。あ、見てもん韓流ヘアし、韓流ヘア、韓流だ。スポックみたいな頭。知らんて、そんなの。そんなの言っても知らんて。ミスタースポック、うん、ペジャパイじゃない。なんていうかさ、あの言葉な、舌足らず、はっきり喋。口の中に入れ歯やけんや。入れ歯と。そうよ、入れ歯よ。そういえば。どこ入れ。なんかそういうの。どこ入れだよ、ミカちゃん。マジで？うん、入れ歯った。え、何本分ないの？30本。30本って声合わせて。え、でもさ、夜寝るときは外しちゃう？うん、古傷です。何古傷？歯が、俺ラグビーしちゃって折れた。でマウスピースが、そんな、その時点で俺たちが見たら、ないえ、あれやな、歯槽膿漏やない。違うの？もう歯茎は大丈夫です、まだ。ほんと、いいして。なあ、ゴリラみたいな。もう一回いいして。自分もいいんじゃない。自分とか言おうよ。自分とか言ったらいけん。クミ様。なんかクミ。クミ呼び捨てした。旦那にも言われたことないのに。本当や。最近本当チャッキーよね。呼び捨てとかしたらいかん。俺らとかね、もう名前も言われんのに。名前言われとるやん、じいさん。名前じいさん。あ、呼び捨てされたいの？たかしって呼んであげて。たかし、たかし。うちのおくろさんで言うたよ。たかし。ね、今日から俺まで言うやない。たかし。たかしって昔よおった名前やね。うん、クラスに一人ぐらいおれば。高橋ひろし。うん、ね、そうそう。まあ時代の人やから。時代の人。うん。グミですよね。また呼び捨てでしょ。グミちゃうよな。小学校の頃に。飯塚で言ったよね、それ。グミですね。おいしい？うん。もうないよ。水入れて薄め。もうないのに一生懸命飲んでるよ。本当や、氷だけ吸ってから。え、くれたりちゃう。みえちゃんにずっと言う。見つけてみちゃう。これアップルパイないよ、しかも。チョコパイ。チョコパイ。うん。アップルパイ。食べた。食べて。うん、食べたよ、うちです。いいよ。チョコパイ、チョコパイが。いや、これでいい。あ、これ食べたいじゃん。いやいや、もう入らん。はい。ちょっといいよ。笑って。いいよ。はい、足元もう一回して。もかもか、ちょっと顔入れ顔入れて、いるところはここ離れ、いいよ、はい。うふお手よっしゃい、うん、しゃ待てハウス、待てハウス、待って、ハウス、何マーキングショート、マーキングバッグ、俺の縄張りに言わんで、縄張りとかいいよ、テリトリーが、そう、私たちの縄張り、何の食べ方、うえ、ミカちゃん見て、なんか汚い食べ方しよう、全部下口で入れて。もう入るやろ、押し込み、
入れて全部早くこれも入るやろ、これも入る、全部入るやん、なんか野蛮なじいさんやね。ねえすげえ、なんかそれがまた似合っとうけん、すごいね、寝て食べることは可愛いね、口にね入れてるよ、たたく可愛いとかよ、食べ方だけ喋るよ、はい、臭い、いい匂いや、いい匂いするね、臭いけんちょうどいいや、こっちより臭い、うん、なんかじじいの匂いカレー臭や、中はカレー臭も女性も出るとばい、何女性も出るとなんか私だけ出るみたいな言い方するやん、うん、見たくない、うん、いいな、チョコだから食べた、はい、どう思うって言いたいんやろね、誰もどうも思わ、見方知っとうもね、うん、チョコレートだけ食べるとかはぁどう思うって言いたかったじゃろ今、そうそう、どうも思わ、うん、誰も、うん、うん、ふんって知らん方と、うん